マイタウン市川。今回は今年度市川市消防局に発足した高度救助隊を特集します。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。3日、鬼高1丁目にあるメディアパーク市川2階のグリーンスタジオで市川花風機が行われました。文豪永井花風は昭和34年4月30日八幡の自宅で79歳で亡くなりました。花風の終焉の地となった市川市で花風を偲ぶ場を設けようと市民が発起人となり、6年前からこの市川花風機を開催しています。今年は文学ミュージアムの企画展水木陽子展で昭和30年代の京成八幡駅周辺をイメージしたジオラマを制作した山本隆樹さんと、花風の研究者としても知られている NPO 法人荒川学会の寺島源さんをゲストに迎えました。山本さんは今回の市川花風機に合わせ、花風が暮らしていた頃の八幡の家を再現したジオラマを制作し、この日会場でお披露目されました。寺島源さんの講演会では、現在文学ミュージアムで行われている企画展観作高一の紐解く和歌の世界に合わせ、源氏物語と永井花風の作品の対比類似点などがユーモアたっぷりに話されました。そういうところで、横に文化の花風を、切り口に文化の回廊を作りたいと私は思ってます。動植物園にゴールデンウィーク恒例のミニ SL が登場しました。レッサーパンダ社の前にあるミニ鉄道は動植物園切手の人気アトラクションです。普段は電気で動くミニ新幹線などを運行していますが、ゴールデンウィークやイベントの時にはこのミニ SL が登場します。ミニといっても石炭を燃やして蒸気で動く本物の蒸気機関車です。ミニ鉄道は沿線の風景も自慢の一つです。踏切や小さなトンネルを通っていく先には梨畑や梅林を見ることができます。終点近くには竹林を抜ける鉄橋もあって、3分間の列車旅行を味わえます。今動植物園で話題沸騰中なのがこちら、コツメカワウソと握手ができるコーナーです。岩の陰や隙間にいる小魚やカニなどを手で探るコツメカワウソの習性を生かした展示方法なんです。動植物園では飼育員が動物たちの解説をしながら餌を与えるパクパクタイムを設けています。コツメカワウソのパクパクタイムは毎週日曜祝日の午後1時10分頃です。この時間に合わせてくると握手できる確率も上がるかもしれません。あー優しい、ね、柔らかい。平成16年の新潟中越沖地震、平成17年の福知山線列車事故など大規模な災害や事故が多発したことを踏まえ、平成18年政令指定都市に特別高度救助隊、中核市には高度救助隊が全国的に配備されることになりました。市川市では首都直下地震をはじめとした大規模災害やNBC 災害などの対応、瓦礫下救助、都市型救助など人命救助に関する専門的で高度な教育を受けた隊員18人と高度救助資機材を積載した3型救助工作車を導入し、今年4月高度救助隊が発足しました。これが高度救助資機材を積載する3型救助工作車です。
四輪駆動で 2.9 トン以上の吊り上げ能力を持つクレーンや発動照明灯などは2型と呼ばれる工作車と同じ仕様ですが、前だけでなく後ろにも5トン以上の引っ張る力を持つウインチが搭載されているのが大きな違いです。それでは高度救助式材について説明していただきましょう。勝手左側が、はい、画像探索機1型になります。これは、向こう見ていただくいただけば分かるんですが、はい、当該建物の中にいる上級者をこちらの、ファイバースコープを使用して、モニターに映し出す装置になります。はい、この先端にカメラがついているんですか？そうですね、はい、こちらに小型の CCD カメラがついております。もうそこの先のところにカメラがついているんですね。はい、はい、そうです。でこちらのジョイスティックを操作することによって、はいはい、こちらの小型のカメラを、はい、上下左右に動かすことによってこちらの方に映し出すと、はい、そのような式材となっております。はい、長さはどれぐらいあるんですか？長さだいたい5メーターですね。5メーター、はい、5メーターあります。こちらはまた別の機材ですか？はい、です。こちらは SV チューブといいまして、向こう側に見えます、加熱ガス測定器ですね。はい、そちらと、空気ボンベを取り付けることによって、中にいる上級者に対して空気を送ったり中の有毒ガスを検知する、そういう機材になっております。こちらは画像探索機、2型となります。先ほど説明しました画像探索機、1型と同様ですね、瓦礫の中にいます上級者をこちらの伸縮の自在の棒のカメラを使ってこちらのモニターに映し出す装置となっております。またですね、先端にスピーカーとマイクがついておりますので中にいる要求者との会話が可能な式材となっております。これ先ほどのものと形がだいぶ違うんですが、はい、どういった使い分けをされているんでしょうか？こちらはですね、メリットとしては水中でも使用できるという式材となっております。こちらは地中音響探知機となります。主に瓦礫の中や土砂の中に閉じ込められている要求者の振動また音響をこちらのセンサーこちらはスピーカーになっているんですがスピーカーの方で会話をしたりこちらの振動の方で音響を探知してキャッチするという式材となっております。これ1と2とあるんですが両方とも同じセンサーなんですか？そうです。手前が1番奥が2番とそのように使い分けて、はい、広範囲にいる容疑者を検索するのに使用します。実際にこう人の声であれば音声として入ってくるんですか？はい、かなり高感度の色彩ですので、小さい声でもわずかな声でも、キャッチするという色彩となっております。こちらは夜間暗視装置になります。主に夜間の要求者の捜索や、建物の例えば暗いところにいる要求者を、こちらの装置を使って、検索することが可能な機材となっております。これを装着すると暗いところでも明るく見えるんですか？はい、わずかな光でも、はい、増幅させてそれを拡大させることによってこちらの画像に映し出すという機材となっております。今手に持たれている機材はどんなものなんでしょうか？はい、熱画像直視装置というものです。はい、これは、主にですね、火災での煙の中の要求者また、水中での要求者を、人の人体から発する温度をキャッチしてこちらの数字と色で、表す装置となっております。やはりこう煙の中だと視界が悪い中で人を探すときに、ね、はい、人を探したり、はい、あと、火災が鎮火した後、はい、残火処理でも熱が持っている箇所を探し出すのにこちらの装置が役に立ちます。こちらの機材は地震警報器となります。主にですね、余震の発生の恐れのある現状でこちらの方を設置しまして、地震による、P波、こちらが P波をキャッチするものなんですが、P波をキャッチしてこの雷神という回転灯で周囲の隊員に知らせるという式材となっております。ちなみにここに今腕時計のようなものがあるんですが、はい、これも同じ式材なんですか？こちらもですね、はい、例えば、倒壊建物に、侵入している隊員に、つけることによってで余震が発生したときにこちらのアンテナから屋内侵入している隊員に電波を飛ばします。電波をキャッチしますとこちらの、センサーが反応しまして
振動するという装置となっております。地震の災害現場には欠かせないものですね。そうですね、はい。高度救助資機材を使用した高度救助隊の訓練を見てみましょう。最初の訓練は大規模な地震により鉄筋コンクリート製のビルが倒壊、ビルの下の階に救助を求める人が取り残されているという想定です。まず地中音響探査機を使って取り残されている人の場所を特定していきます。隊長、よし。第1回各振動センサー反応なし。よし。第4回目検査活動開始。消防救助隊です。声が聞こえたら声を出すか音を立ててください。隊長、よし。第4回目各振動センサーダウン反応を確認。よし。さらに2番センサーより強いダウン反応を確認。よし。人のいる位置は特定できましたが、これ以上内部に侵入することはこの段階では不可能と判断されました。そこで人のいる位置近くにマイクを下ろし状態を確認します。隊長、よし。要救助者の発号を確認。はい。画像探索機地形による取り残された人は言葉が出せる状態でした。続いて画像探査機1型を使ってさらに詳しく内部の状況を確認します。現在気温によっては24度、可燃性ガス硫化水素の発生はなし。なお酸素濃度によっては 18%、 内部の酸素濃度が 18% と低いことが分かりました。画像探査機1型が持つ被災現場の環境改善機能を使い空気を送り込みます。内部空気音確認。はい。19%、20%、21%。はい。現在酸素濃度 21%、環境改善活動が終了した。想定終了、想定終了。訓練やめ。誰かいました。続いての訓練は余震の恐れのある災害現場で倒壊した建物内に人が取り残されているという想定です。先ほどの訓練と同様に地中音響探査機で人のいる場所を特定し、画像探査機2型で内部の様子を調べます。要救助者画像探査にて10時18分、容疑者を確認。これよりパーシャルアクセス取り残されている人が画像で確認できました。地震警報器が鳴りました。大きな余震に備えます。よし、活動再開。よし、効果はいいと。今の地震による大きな崩落等はありません。了解。余震が収まり救助活動再開です。活動時間15分。よし、よし。侵入、侵入、侵入隊斉藤、現在容疑者と接触中。了解。はい、1、3、もう出口見えてますからね。もうちょっといいの。1、3、無事瓦礫の下から救助することができました。高度救助隊の皆さんは震災や大規模な事故の時にのみ出動されるんですか？高度救助隊は全ての災害に出動します。そして先ほど説明していただいた高度資機材なんですが、すでに使用した例などはあるんでしょうか？はい、火災出動時に熱画像直視装置を使用しております。じゃあもう実際に使われているんですね。はい。やはり震災や事故は発生しないことが一番だと思うんですが、こういった高度な技術を持った救助隊の方が市川市にいるというのはとても心強いですよね。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。市川市では救急車の出動件数はここ3年間連続で2万件を超えていて、さらに増加の傾向にあります。この数年で救急搬送が必要な重篤な症状を訴える人が増えたのでしょうか？実はおよそ半数が入院を必要としない軽症です。この中には本来救急車を利用する必要のなかった人もいる可能性があります。薬がなくなった、入院する日だから
救急車で行ってもいいだろう。救急車で行った方が早く見てもらえるんじゃないか。など、全国的に安易な理由による救急要請が後を絶ちません。急な病気や怪我、健康についての相談や、病院、診療所などの案内を行う市民専用の安心ホットダイヤルがあります。安心ホットダイヤルは通話無料で24時間365日、医師や看護師などが対応します。ぜひ利用してください。救急車の出動件数は全国的に増加の傾向にあります。市川市も例外ではありません。病院が混んでいて待つのが嫌だからなどの安易な救急車の利用はやめましょう。救急隊は皆様の安心安全のため日夜救急業務を行っています。一人でも多くの救える命を守るためにも救急車の正しい利用をお願いします。歯と口の健康づくりの普及啓発を図るため標語と作文を募集しています。標語は成人、中学生、小学生の3つの部門に分けて募集します。成人と私立の小中学校に通学している方はハガキまたは封書で保健センターに郵送してください。一律の小中学生は学校に提出してください。作文は市内在住在勤の成人が対象です。400字詰め原稿用紙5枚以内にしたためてください。題名もお忘れなく。また住所、氏名、年齢、性別、職業の記入もお願いします。送付先は保健センターです。締め切りは標語、作文とも5月23日必着です。保健センターでは良い歯のコンクールの出場者も募集しています。親と子の良い歯の部門は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に3歳児歯科健康診査を受診した幼児とその親で虫歯のない親子が対象です。高齢者の部門は平成26年4月1日現在80歳以上で自分の歯が20本以上ある方です。5月23日までに保健センター健康支援課歯科担当にお電話ください。5月25日日曜日、国土交通省と江戸川沿いの2区11市町が一斉に江戸川河川敷のゴミ拾いを行う恒例の江戸川クリーン作戦を行います。市川市では河野台2丁目のところから高野3丁目のところまでおよそ10キロを9つの区域に分けて行います。各区域に集合場所があります。上りを目印に8時50分までに来てください。活動時間は午前9時からおよそ1時間程度です。市川市では5月1日から職場の冷房を28度に設定しても快適に過ごせるような涼しい衣服の着用を推奨しています。職員は上着を着用しない、ネクタイをしないなど軽装での執務を行っています。ご理解ご協力お願いします。5月17日からは市川花めぐりと題し、今の時期ならではのツツジやバラなど市内の花の名所を紹介します。どうぞお楽しみに。